アイテム番号 SCP-136JT。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル。 SCP-136JT はサイト8141内の標準人型収容室に収容します。 SCP-136JT には2週間に1度通常の健康診断、ストレス診断を行ってください。診断の結果や SCP-136JT の自傷行為などこれ以上の保護が難しいと判断された場合のみ、サイト管理者に SCP-136JT によるサイト8141内の職員用食堂の調理場または D クラス職員食事専用調理場の使用許可の申請を行ってください。許可が下りた場合、SCP-136JT には3名以上のレベル3職員の監視の下、どちらかの調理場の料理責任者としてレベル0職員の資格が与えられます。レベル0職員としての取り扱いは、職員事例書、136JT を参照してください。現在定期的な実験は行われておりません。SCP-136JT のストレス軽減のため、新たな実験の申請は許可されています。博士かレベル4職員に申請してください。ただしすでに実験で食材として使われたもの、特に賞味期限の切れた食品や食材の使用は十分な記録が取れているため認められません。説明。SCP-136JP の外見は弁髪に細長い口ひげを蓄えた中肉中背の初老の東アジア人風男性です。ただし SCP-136JP を一目見たときにそれを見た対象が中国人の外見的特徴のイメージを持っている場合に限り、モンゴロイドの区別がつかない場合でも SCP-136JP を直感的に中国人だと感じます。これは SCP-136JP が対象にミーム的影響を与えているものだと思われますが、確かな原因は分かっておらず現在調査中です。使用言語は四川語訛りのある中国語。日本の創作物などで用いられるステレオタイプの共和語です。SCP-136JP は中国四川省の出身であり、そこにあるという料理屋で四川料理を学んだと主張しています。しかし現在のところどの記録を当たっても SCP-136JP の戸籍や出生記録、該当する料理屋は発見できていません。日本で自身の店を開く以前の公的記録は残っていないことになります。SCP-136JP の特異性は食材を調理するときに現れます。有機物、無機物を問わず、SCP-136JP が食材として調理することで口にして問題のない料理となります。完成した料理を検査してみると、その中に食材として使われたものが入っていることがわかります。それらが人体に害のあるものであっても食べたことによる影響を与えません。これは料理を食べる対象が特定の食材に対しアレルギーを持っている場合でも同様でアレルギー反応を起こしません。しかし一部の物品に対し例外が存在します。調理をすることは可能ですがそれらを食べた対象は原因不明の食中毒を起こし、嘔吐、腹痛、下痢などの症状を訴え著しい衰弱状態に陥り最悪の場合、死亡します。SCP-136JP はそれらを食材として利用することを一部例外を除き、拒否します。現在それらの物品に対する共通点を調査中です。料理は SCP-136JP の得意とする四川料理に限らず、SCP-136JP が通常の食材で作る知識を持ってさえいれば和食、洋食などの種類は問いません。味に関しては食べる対象の趣味嗜好に関わらず、辛いがうまい、という結果が出ています。ただしこれは四川料理に限るようでそれ以外の料理の場合は素材の味がそのまま生かされている場合が多いようです。金属やプラスチックなども特に力を入れる様子もなく、通常の食材を扱うように包丁を入れたり、こねるなど調理をしている様子が実験で確認されました。収容された当初、SCP-136JP を SCP-136JPA、店で使用していた包丁や中華鍋などの調理器具を SCP-136JPB 群と分類していました。
SCP-136-JT の能力が SCP-136-JT-B 群を使用しなくとも発現することや、SCP-136-JT-B 群と通常の調理器具との差異はないことが調査により確認されました。現在 SCP-136-JT-B 群とされていたものはアノーマラス巣の指定を受け、サイト8141の備品として使用されています。1990年6月大阪府。市内においてフロント会社で情報収集を行っていたエージェントが、どんなものを持って行っても料理にしてくれる中華料理店がある。という噂を聞き調査しました。来店してみたところ実際に客が持ち込んだ使い古されたラジオカセットを食材にして料理を提供している SCP-136-JT を発見し、その日の営業終了後、回収されました。SCP-136-JT が行っていた調理は手品だったという噂と食中毒が発生し閉店したというカバーストーリーを流しました。現在店舗だった場所には某ラーメンチェーン店が営業していますが異常は確認されていません。ポイーチ以下の実験記録は初めて食中毒が起きた際のものです。それ以前の同一の B クラス職員が対象となった実験記録も時系列順に記載しています。実験記録 136JT18B 日付1990年3月7日。責任者、博士、料理名エビのチリソース炒め、食材一般的にエビのチリソース炒めの食材として使われるもの、対象 D136JT18、結果ごく一般的なエビのチリソース炒めが出来上がりました。対象は料理を完食。コメント D136JT18。辛いものは苦手なんだけどこれはいけるよ。実験記録 136JT18-6日付1990年3月14日。責任者、博士、料理名チンジャオロース、食材タケノコの代わりに樹脂製のゴム片、対象 D136JT18、ポイ対象には食材が変わっていることを伝えていません。結果調理されたゴム片の成分を調査したところ調理前と成分に変化は見られませんでした。短冊切りされた以外、炒めた熱により形が崩れるなどの変化はありません。対象は料理を完食。その後1週間健康に異常なし。コメント D136JT18。このタケノコ、噛み応えがあるね。味はいいよ。実験記録 136JT18 は、日付1990年3月21日。責任者、博士、料理名鶏の唐揚げ、食材小麦粉の中に 10% ほど蕎麦粉を混ぜたもの、対象 D136JT18、ポイ対象は軽度の蕎麦アレルギーです。結果対象は料理を完食。その後1週間健康に異常なし。コメント D136JT18。次回の実験からはご飯もつけてくれない。実験記録 136JT18-2日付1990年3月28日。責任者、博士、料理名カレーライス、食材隠し味にガソリンを 100ml、対象 D136JT18、ポイ対象には隠し味のことは伝えていません。結果対象は料理を一口食べて食べるのを拒否。続行するように伝え食べ続けましたが完食はできませんでした。気分は悪くなったようですが健康上。問題はないようです。コメント D136JT18。苦いっていうかなんかねっとりしてて。え？実験記録 136JT18-5 日付1990年4月4日。責任者、博士、料理名担々麺、食材麺の代わりにこたつを使用、対象 D136JT18、ポイ実験開始以来初めて SCP-136JT が実験の協力を拒否。拒否するようならば、編集済み、しなければならない、と伝えるとこれを承諾。拒否をした理由を現在調査中です。こたつをこね始めるとまるで小麦粉のように形状を変え麺になりました。結果 D136JT18 は完食する前に泡を吹いて前のめりになり倒れ込みました。
医療班により緊急の手当を受けましたが死亡しました。食中毒の発生原因も現在調査中です。コメント、博士、やっぱりな、あれは、データ削除。ポイに食中毒が発生した物品のリスト。こたつ 136JP18 ポ食中毒の発生した初の事例。検証付き自販機 136JP24 ロ弓道の敵 136JP25 イマトガミと木枠を別々に調理したところ発生しませんでした。1990年末ジャンボ宝くじ7等に当選したくじ 136JP28 博士の私物外れくじでは発生しませんでした。うるせえやつら単行本一巻 136JP41 は SCP-136JP から拒否はありませんでした。他の物品と違いなぜ拒否しなかったのか現在調査中です。現在さらなる調査のため一等当選くじの持ち込みを待っています。必ず実験に使用し、私的利用しないことをここに誓います。博士。